ついに明日開幕する2024年の日本プロ野球。球団史上初の連覇を狙うタイガースは、東京ドームでの巨人3連戦でシーズンが幕を開けます。オトア選手の電撃退団があったものの、ルーキーをはじめ、新戦力が台頭している巨人を岡田監督はかなり警戒しており、見応えのある試合になるのではないでしょうか。今回の動画では、開幕カードの先発やスタメンを予想しつつ、巨人の戦力について分析していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる、阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、阪神ファンでチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、予想される先発投手から見ていきましょう。開幕投手を務めるのが、巨人の不動のエースである戸郷選手です。2年続けて12勝を挙げ、侍ジャパンにも選出された戸郷選手。リーグ屈指の好投手と言って良いでしょう。ただ、オープン戦は4試合で防御率 5.68 と本来のパフォーマンスを発揮できておらず、完璧な仕上がりとは言えません。昨シーズンはタイガース戦に6度登板しており、3勝2敗と勝ち越しているものの、防御率は 4.12 でした。タイガースサイドからすると、そこまで悪い印象はないのではないでしょうか。その中で、戸郷選手攻略のキーマンになると予想しているのが、8番に入るであろう、木浪選手です。昨シーズンは戸郷選手が先発した全6試合でヒットを放ち、対戦打率は驚異の5割6分3厘を記録。開幕カードが行われる東京ドームとの相性も良く、球場別では最高となる3割4分9厘を誇っています。昨シーズン数多く見られた、木浪選手が出塁して上位で返すような攻撃を期待したいですね。そして2戦目はグリフィン選手が登板予定です。加入1年目となった昨シーズンは、終盤のアクシデントの影響で勝ち星は伸び悩んだものの、防御率 2.75 と安定したピッチングを見せたグリフィン選手。190センチという長身から繰り出す、角度のあるストレートとカットボールが特徴で、タイガースがいかにも苦手にしていそうなタイプの投手です。昨シーズンはタイガース戦に3度先発し、0勝1敗ながら防御率 2.89 と抑えられており、苦戦する可能性も十分にあるでしょう。ただ、オープン戦ではかなり苦戦しており、4試合で防御率 11.00 という数字を記録。一時は開幕ローテーションから外れる可能性も高まったものの、最終登板となった23日の楽天戦で3イニングをパーフェクトに抑え、開幕2戦目の登板が決定しました。ちなみに昨シーズンは大竹選手とグリフィン選手の投げ合いが2度甲子園であり、いずれもタイガースが勝利を収めています。大竹選手に粘ってもらいつつ、なんとか攻略してもらいましょう。そして3戦目はソフトバンクからトレードで加入した高橋礼選手が登板予定です。ソフトバンクに在籍していた2019年には12勝を挙げ、2020年には52試合に登板するなど、先発、中継ぎの両方で活躍していた高橋礼選手。しかし、過去2年は1軍でかなり苦戦しており、ウォーカー選手とのトレードで、泉選手と共に巨人へ加入しました。アンダースローから繰り出す力強いボールが特徴で、オープン戦では防御率 1.00 と好成績をマーク。阪神戦でも一度登板しており、4回2安打無失点と、好投していました。2戦目に登板予定のグリフィン選手と真逆のタイプということもあり、タイガース打線は苦戦するのではと予想しています。一方のタイガースは昨シーズン防御率1点台を記録し、巨人戦で3勝を挙げた才木選手が先発予定なので、ロースコアの展開になるかもしれません。続いて、中継ぎ陣について見ていきましょう。勝ちパターンを担うと見られるのが、西舘選手、中川選手、そして大勢選手です。ドラフト1位ルーキーの西舘選手はクイックから投じる150キロオーバーのストレートとカットボールが武器で、オープン戦では5試合で防御率 1.59 と、安定したピッチングを披露。奪三振率 11.12 が示すように三振を取れるタイプで、初めての対戦ではかなり手こずるのではないでしょうか。
8回を任されるであろう中川選手は実績十分で、タイガースとの相性も抜群。昨シーズンは9イニングで2安打無失点と、タイガース打線は完璧に抑えられています。レギュラーシーズンでは2017年の9月を最後にタイガース戦で自責点がついておらず、最も苦手にしている中継ぎ投手といっても過言ではありません。中川選手が登板しないような展開に持ち込むのが理想ですが、もし登板する機会があれば、嫌なイメージを払拭するような攻撃を見せてほしいですね。そして守護神を務めるのが、復活を誓う大勢選手です。2022年は37セーブを記録したものの、昨シーズンはコンディション不良もあって14セーブしか挙げられず、悔しいシーズンになったはず。今シーズンもスローペース調整が続いていましたが、オープン戦終盤で伝統テストをクリアし、開幕に間に合ったようです。この3人が勝ちパターンの中心を担い、その脇を固めるのが、ケラー選手とバルドナード選手の2人になるのではないでしょうか。昨シーズンまでタイガースでプレーしたケラー選手は27試合で防御率 1.71、昨年7月に加入したバルドナード選手は21試合で防御率 1.69 と、いずれも1点台の防御率をマーク。オープン戦での仕上がりも順調のようで、厄介な相手になりそうです。さらに成長著しい堀田選手や、ロングリリーフもできる松井選手、赤星選手、船迫選手あたりがいることを考えると、かなり厚みが増している印象です。昨シーズンは救援防御率がリーグ最下位だった巨人ですが、今年はかなり強力な中継ぎ陣になるのではないでしょうか。続いて、野手について見ていきましょう。昨シーズンはチーム打率、チーム本塁打ともにリーグトップとなっており、打線はかなり迫力がありました。今シーズンも打線の核となるのが、岡本選手と坂本選手。昨シーズンはタイガース投手陣が岡本選手を打率2割3分1厘、坂本選手を打率2割1分に抑えており、得点源をしっかりと封じていました。長打もあるこの2人を抑えられるかで巨人の得点能力は変わってくるはずなので、なんとか抑えてほしいですね。昨シーズンと同じようなメンバーが並ぶ巨人打線において、新戦力として台頭しているのが、ルーキーながら1番に入ると見られる佐々木選手です。日立製作所からドラフト3位で入団した佐々木選手は、オープン戦で打率4割を記録。オープン戦終盤は三振が増え、粗さも残っている選手ですが、ここまでは素晴らしいアピールを見せています。フレッシュな佐々木選手の出塁を許すと巨人打線に勢いがつきそうなので、佐々木選手をどう抑えるかもキーポイントになるでしょう。いかがだったでしょうか。野手のメンバーはほとんど変わっていませんが、ウィークポイントだった投手陣を中心に補強を行い、かなり整備してきている印象です。昨シーズンは終盤まで1点ビハインドくらいでいければ逆転できる期待感がありましたが、そうはいかなさそうで、去年の同じような大幅な勝ち越しは見込めないかもしれません。ただ、公式戦になるとピッチングが変わる選手もいるので、そういった意味でも開幕カードは非常に注目ですね。開幕カードを勝ち越して、良い流れでシーズンが始まるよう応援していきましょう。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。